皆さんこんにちは。元ドジャース通訳でおなじみの水原一平さん。大谷翔平を裏切った絶望の末路、妻が自ら命を絶った実態、巨額賠償金で破産した現在の生活、転職後の年収といったさまざまな謎について紹介します。まずは水原一平の経歴とプロフィールから紹介します。水原一平は日本の元通訳者及びアメリカの元通訳者である大谷翔平の専属通訳として2017年から2024年まで大谷のメディア出演やチームメイトとの交流の際に日英英日の通訳を務めたことで知られる。6歳まで北海道苫小牧市で過ごし、1991年に和食料理人の不衛生がロサンゼルスで板前を始めたことを機にアメリカ合衆国へ移住。ロサンゼルス郡東部ダイヤモンドバーのシャパラル中学、ダイヤモンドバー高等学校に通学した。高校ではサッカー部とバスケットボール部に所属。高校サッカー部では控えのゴールキーパーであった。2007年にカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業と報じられていたが、2024年3月に同校は NBC ロサンゼルス局の取材に対し、彼が通っていた記録はないと回答したと報じられた。ロサンゼルスドジャースに所属していた野茂英雄の活躍によって MLB に興味を持ち、2012年2月のスプリングトレーニングが始まる前に岡島秀樹の専属通訳としてニューヨークヤンキースに採用されたが、岡島が仮契約中に行われたフィジカルチェックにおいて左肩に異常が見つかり、身体検査をパスできず契約解除となったことに伴い、2012年2月17日に水原の契約も解除された。しかし有料スポーツ専門サイトのジアスレチックは、エンゼルスのメディアガイドには水原氏はレッドソックス後の2012年のスプリングトレーニング中、ヤンキースで岡島の通訳を続けたとあり、後に経歴について疑問を投げかけていた。またレッドソックス時代に岡島秀樹の通訳を務めたと言われていたが、レッドソックスは2024年3月22日に水原がいかなる形でも球団のために働いていたことはないと否定する声明を発表した。その後は帰国し、2012年からは北海道日本ハムファイターズの球団通訳となり、日本ハムに所属する外国人選手の通訳や生活のサポートを務めた。選手たちに連絡があったらすぐ駆けつけると約束し、選手の家族にまで配慮を行い、ミッチ・ライブリーやクリス・マーティン、マイケル・クロッタなどといった外国人選手の厚い信頼を得ることになった。日本人選手からも好かれており、一平ちゃんとの愛称で呼ばれた。また容態感とは特に仲が良く、たびたびキャッチボール相手を頼まれた。マスメディアによる外国人選手たちへの取材に協力的で、記者たちから好評であった。2017年オフに日本ハムに所属していた大谷翔平がロサンゼルスエンゼルスへ移籍したことに伴い、大谷の専属通訳としてエンゼルスに所属。通訳以外にも運転手やキャッチボールの相手など公私にわたり大谷をサポートしている。大谷のスケジュールはとても特殊であり、大谷のキャッチボール相手が周りにいない時もある。その際に私が進み出てキャッチボールをすると話した。 MLB へ所属した日本人選手の中にはクラブハウスで孤立してしまう者もいたことを耳にしており、大谷を孤立させないように注力したエンゼルスの選手たちがあるスマートフォンゲームで遊んでいることに着目し、大谷がそれをダウンロードして仲間に加わった。その3年後の2021年の取材時点でも水原たちはそのゲームを楽しんでいた。2018年から2019年春にかけて大谷が故障から復帰するまでの期間には、大谷と冗談を言い合ったり、スマートフォンゲームクラッシュロワイヤルを一緒に遊ぶなどしてリラックスさせた。クラブハウス管理人のエンゼルは水原が大谷をすごく助けてくれている、だから精神的にも良い状態だったと思うと語った。2020年2月に大谷が米国での自動車運転免許を取得した後も、大谷が運転する際には助手席に同乗した。2021年に大谷が MLB オールスターゲームの前夜祭となるホームランダービーに出場した際には捕手役を務めた。独身の大谷が誰と共に登場するのか注目された同日のレッドカーペットショーは、
共に歩いた11月22日、エンゼルスから MVI に選出された2021年オフの MLB の労使協定交渉に伴うロックアウト中、選手と球団職員の接触ができなくなることからエンゼルスを一時退職したが、3月10日の協定締結後に球団へ復職している。大谷も参加した2023年の第5回ワールドベースボールクラシックでは、広報を兼任する堀江慎吾と共に日本代表のチーム通訳の役目も担った。また初の日系人の代表選手となったラーズ・ヌートバーの招聘の際には、栗山英樹監督からの連絡役や通訳も担った。同大会の優勝会見時にヌートバーは監督、コーチ、素晴らしいチームメイトと一緒にできてよかったですし、誘っていただいた一平にも感謝していますと、水原に対しても感謝の言葉を述べている。2023年12月、大谷のロサンゼルスドジャースへの移籍に伴い、ドジャースに移籍。2024年3月20日、口述の不祥事によりドジャースを解雇された2024年3月20日、開幕戦の直後にドジャースを解雇された。複数のアメリカメディアは違法賭博に関与したと報道した。また、大谷の銀行口座から少なくとも450万ドルが送金され、大谷の弁護士が水原をブックメーカーでの賭博目的で大谷の資金を大量に盗んだとして告発したとの報道もある。水原は19日の ESPN のインタビューに違法の認識がなかった、翔平は賭博には全く関与していないとし、当初はギャンブルによる借金の肩代わりを大谷に求めた際に、明らかに大谷は本件に満足しておらず、二度とこのようなことをしないように私を助けると言ったと主張していた。水原は多額の負債により生活費をやりくりするのも大変で、その日暮らしの毎日、彼のライフスタイルに合わせなければならなかったからと述べ、2023年に借金が400万ドルを超えた時点で初めて大谷に助けを求めたとした。違法賭博を始めたとされている2021年時点の水原の年俸は約8万5000ドルで、翌年末には100万ドルの損失が生じていたと報じられている。同年4月12日、連邦検察は銀行詐欺容疑で水原を刑事訴追したと発表した。大谷選手が不正に関与していたことを示す証拠はなく、記者会見した検事は大谷選手は被害者と強調したいと述べた。検察によると、水原は大谷の銀行口座の設定を変更し、自身の携帯電話などとつながるよう細工し、口座から不正送金した。送金承認のため大谷を装って銀行に電話したことも録音から確認された。同日、ロサンゼルスの連邦地裁に出廷、拘束された後、保釈保証金2万5000ドルで保釈が認められた。保釈の条件には他に、ギャンブル依存症の治療を受けること、ギャンブラーやブックメーカー、さらに被害者である大谷に接触しないことも含まれている。5月8日、司法取引に応じ、銀行詐欺と虚偽の納税申告の罪状を認めた。加えて、被害額全額を返済することや、追徴課税約114万ドルを支払うことも求められた。また、同日公開された裁判資料から歯の治療名目で、大谷から6万ドルの小切手を騙し取っていたことが新たに明らかになった。大谷から小切手を受領した水原は、実際には大谷の口座に紐付いたデビットカードで無断で治療費を支払っており、小切手の6万ドルは自身の口座に入金して着服していた。5月9日、映画スタジオのライオンズゲートは本事件をテーマとしたテレビドラマシリーズを制作することを発表した。ドラマ制作チームのアルバート・チェンは、これはピート・ローズ以来メジャーリーグベースボール最大のスポーツ賭博スキャンダルであり、その中心にいるのは MLB がワゴン車に乗せた最大のスター選手だ。私たちは信頼、裏切り、富と名声の罠の物語の核心に迫るとコメントしている。現在もカリフォルニア州内で生活しており、具体的な住所は公開されていませんが、彼の愛犬と一緒に移動している様子が目撃されています。奥さんも一緒に生活している可能性が高く、二人の関係は続いているようです。一方で、水原さんの妻については自殺未遂や妊娠中であるとの報道もありますが、
これらは確認されていない情報です。また、死亡説についてもデマであることが判明しています。現在、水原一平さんは保釈条件に従いながら生活しており、10月に予定されている裁判の量刑言い渡しを待っています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。